にちは、高園あずさです。以前、1月末に出した動画で小山田沙織さんの自宅のクローゼットを拝見させていただいたんですけど、今日は実際に私の家のクローゼットをこの本に習って、稼働率 100% のクローゼットの作り方ということで、自分の好きなもの探し、このクローゼットをパワースポットのような空間にしていけたらなと思っていて、そのお手伝いをしていただきます。お願いします。もうやる気満々で今日はもうスウェットできました。ありがとうございます。はい、クローゼットとともに心も整えていただきたいなと思います。はい、皆さんもぜひこの動画を見ながら一緒にお片付けをしてみてください。じゃあ早速やっていきましょうか。はい、お願いします。お願いします。多いと思う、ね、こんなにだってあずちゃん一人しかいないのに。いらないっていうか、なんかその、うん、こんなにあるのに服屋さん行ったら服欲しくなるでしょ。なる。で買っちゃう。でしょ。増える。だからそれが多分このここに理由がある気がする。うんうんうん、なんかやっぱこのやっぱ稼働率 100% クローゼットのいいところって、買い物欲がなんか本当に欲しいもの以外欲しくなくなるっていうところが、そう読んでくださった方からもいただくコメントが多くて。うん、なんかそれこそ前回小山田さんの自宅のクローゼットにお伺いさせてもらって、一番最初に本で見てるよりも少なって思ったのがやっぱり感想で、自分もそういうマインド的にもいろいろ変えてみたいし、まず何からやっていけばいいの。これコンパクトにまとまってるように見えるけど、ちょっと1個のハンガーに2枚とかかけちゃってます。最初ほんと下着とか靴下みたいなこうちっちゃいとこから始めた方がおすすめなんですが、とりあえず色分けしよう。はい、じゃあ色分けからやっていきます。柄も色分けしちゃってる、あとさ好きなものが分かってくる、ね、あパンパンで出せないんだよねあんまり。あと一回置いていただきますね。パンパンでかけられないもんね。パンパンでね、ちょっとね、よいしょ。あでも見える、買って満足しちゃうパターン。入んない。さっき入ってたけど入んない。今ね、黒、グレー、デニム、カーキ、イエロー系、ベージュ系、白、柄で、はい、トップスを分けていて、はい、色別に分けたやつをアイテム別に分ける、うん、そう、はい、なのでじゃあ白やろうか。猶予ボックス、はい、ここでこれ本当におすすめで、猶予ボックスと私は名付けたんですけど、はい、やっぱり今あずちゃんじゃ大好きな白ブラウス14枚あって、うん、今じゃあこれ手放してくださいってもう無理でしょ。無理だよね。そうなんだけど、うん、いいのいいの、手放さなくていいの今は。ただただ、うん、でもじゃあこの14点のうちまず絶対着るって思うやつ一着まず抜いて、一着一着とりあえず一着これで、これで、はい、最近めっちゃ着てるやつ、うん、かわいい。じゃあこれを好きな理由、普通に着回しやすいんだけど普通じゃないとこ。まずこれ好きじゃん、うん、はい、これ好き、はい、もうじゃあもう一着、もう一着、うん、これでこれクリーニング上がりのジルサンダー、うん、いいね、すっごいシンプルだけど、うんうん、やっぱりいいよね。いい、これいい、もう一着、もう一着選んでいいの、うん、あー迷うな、これかな、これ、うん、はい、うんうん、ノーカラーノーカラーですけど、こうやって後ろが開いてる。あ、本当だ、かわいい。今抜いた3着、うん、これって多分今の14分の3で超究極だと思うんだけど、はいはいはい、うん、実際この3着あればあずちゃんはおしゃれにコーデが組んでいける。うん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 、けどまあそのいろんな格好したいからもっと点数も落ちたいんだったらそれはそれで全然 OK なんだけど、だからなんかその断捨離じゃなくて私は好きなもの探しとお伝えをさせていただいてるんですけど、うん、そうだよね、
なんかどれを捨てるかって皆さん多分選んでいかれると思うんですけど、うん、そうではなくてまずあずちゃんみたいにどれが一番好きって聞いた時に迷うけどこれが一番好きでこれも好きでこれも好き、うん、でこの3点だけは絶対に譲れない、ここに多分あずちゃんの好きが全部詰まってるから、正直もう本当に白シャツブラウス系はこれだけで、うん、多分いきなりは無理だと思うので、まあ、好きって思うものを抜いてってください。はい何点でも大丈夫です、というのもあのカテゴリーの中にあの偏愛アイテムっていうのを作ってよしとしてて、うん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 、今あずちゃんのクローゼットをお見受けした限り白シャツ白ブラウスホリックだから、うん、偏愛カテゴリーとして何点でも持っていいと、はい、いうゾーンに認定をされるっていう、 ていうね。あでもそう思うと意外に手放せるのあるのかもしれない、うん、これ、うん、はい、はい、ありがとうございます。14分の5点が1回猶予ボックスに入れます。はい、でこの猶予ボックスはあのもうこのまんま売っちゃうとかじゃなくていいんですよ、うん、とりあえず畳んで一回箱にしまっておく、うん、でそのまま1週間寝かせる。やっぱ手放したくないアイテムって夜寝る瞬間とかにあれは出さなきゃって、じゃあこれ一回この猶予ボックスに入れます。はい、はい、これをひたすら繰り返していきます。はい、柄ってさ柄ってさ出会えないんだよね、うん好きな柄に。でも好きって思え、こうやって改めて見ても好きって思えるなら取っといた方がいいと思う。優しい。え、本当だって別に捨てるためのメソッドじゃないからそうだよね、うん、その自分が好きなものに囲まれようぜっていう何何よいしょ、全部出す？全部出すよ。わかったよいしょ。そこ後ろに窓あったんだね。ね、そうだよ。結構明確かも。でしょ？なんか今まで好きだったけど、今の自分だったらこれ着ないかなっていうやつも今あるな。うん、これは戻す。はい。あ、でもすみません。ね、好きになったあずちゃん。ほら。めっちゃ物取れるじゃん。取れる。すごいじゃん。やった。しかもさ、この柄でまとめるのも結構わかりやすいね。うん、やったー。今回やってるじゃないですか、うん、であずちゃん今この隙間の快感を今日から感じることになるわけなんですけど、これ何回も繰り返していくと本当に3とかに絞っていけるの。好きなものだけになっていくことのメリットの方が大きいって、うん、どんどん自分の中で比重がね大きくなっていくと、うん、多分あずちゃん本当半年後とかもっとコンパクトなクローゼットになってるはず。だから第一ステップは本当一見皆さんから見たらあんまり減ってないじゃんなんですけど、でも今日すっごいね、すっごい気分変わると思う。でもこれは全然違う、うん、自分的には。そうだよね。でもまあとりあえずね、好きなものもあるから1週間ねんねねんねです。はい、うん、1個のまっちゃったね。もうこの140サイズ1個、うん、すごい1個のまっちゃった。今夜から1週間以内に思い出せるものなかったらこの子たちはリサイクルに回ります。わかりました。うん、循環で循環します。可愛いバッグがいっぱいありますよバッグ入ってます。これバッグね、3つ入ってますどんどん出てくるすごいじゃん、奥にいっぱいいる。初めて見た。でもこれさ、いっちゃん見立ての時使ってたよね。使ってた、飾るようにっていうのがバッグのポイントです。なんか小物とかアクセとかもなんですけど、私が推奨しているのはとにかくセレクトショップみたいに並べるっていう、うん、だってこれ奥もねまだあれだけど、でも綺麗、うん、いい感じです。この作業ってなんかやっぱこう自分自身と向き合う作業って思わない、うん、なんかやっぱこう最初は断捨離やだなとか捨てなきゃ捨てれないと思うとかっていうネガティブから入るんですけど、やっていくうちにやっぱ自分自身と向き合っていくし、うん、好きなものを探していくっていう作業だからすっごい楽しい、う
や私しかもさっき沙織さんが言ってた、うん、ここに入れたもの何か覚えてるって一番そことか、うん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 、結構もう今の時点で分かってないかも、うん、やっぱりちょっと断捨離っていう感覚が多分抜けてなかったのかな、うんうん、なって思ってて、うんうん、けどなんか好きだったらここに好きならいいっていう感覚で、うんうん、好きなものを見つけていく作業はすごい楽しかったなって、うん、今なんか気持ちいい、うんね、気分がね自分の好きなことを再確認する作業っていうのは、うん、それが結果として自己肯定感の高まりにつながっていくのでおすすめなんです。あとは自分なりに、うん、1週間後また来てもいいですか、うん、もういい。やってみて、ね、楽しみ。 OK です。じゃあちょっとやってみます。お願いします。ありがとうございました。なんで？おお。え？全然違うじゃん。わかるわかるわかる。わかるよ。え、すごいじゃん。4箱になりました。頑張ったの？頑張ったね。こんなにも増えると思ってなくて。いやー、これはクローゼット痩せたね。痩せたよね。なんかもうちょっと触ってみてほしいんですけど、うん、ギチギチ感が全然なくなった。すごい。本当に？いや、まず思ったのがここ？あ、そう。2個開いたんですよ。だここをこういうなんか、うん、オブジェ余裕が出たよね。埋められて、うん、でやっぱテンション上がるよね。上がるね、うん、なんかこことかにバングルとかも後ろとかに置いてたからすごい使いやすくなった、うんうんうん、ここの中にはバングルをねいい具合に入れられたから、うんうんうん、バングル入れにして。いやすごいよ。いやすごい。だってバッグかかってるもん。あ、そう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 、ね、これ小山田さんにかけたらいいよって言われて、ね、あのね、あの後もう一回トップスも整理したんですよ、うん、減ってるもんね。見て見て、減ってるし、私が感動したのは靴。そうね、ここはすごいよね。ここまで絞った、こんだけになりました。すごいすごい。で、本とかもすごい並べやすくなったし。あと沙織さんがやっぱ言ってたみたいに、うんうん、端っこの服まで取りやすくなった。そうだよね。うん、だから今日ちょっと一番奥にあった柄も来たよね、うん、いやパンツもなんかここもすごい減ってる。あ、そうでね、うん、でね、あれなんです、うん、2本3本かけてたから1本のハンガーに、うんうん、 そうだね、それが全部1本のハンガーに1本になりました。すごい。いやあとデニムもここ1列になったんだ、うん、そうだよね、すごい減ってるよね、うん、だいぶ減った。いや、すごいわ。え、なんか嬉しい。なんだろう。別になんか物をすごい減らせって思ってたわけじゃないけど、うん、でもなんか生活とか気持ちで変わったことはあった。え、でもね、うん、あの毎日の服選びがすごいしやすくなって、うん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 、なんかあのそれこそここもそうなんだけど、うん、あのギッチギチだったから、うんうん、こうやって取れないみたいなのやってたじゃん、うん、それがもう一個一個の服が見やすくなったのと、うんうん、あと何があるか結構把握できてる今、うん、それが、うん、ここから服出てきましたみたいなのがあったけど、うん、それがなんかないから、うん、毎日のコーディネートが組みやすくなったのと、うん、
あとね、なんか軽いかも、結構気持ちが、うん、そうだよね、なんて言うんだろう、この気持ちを、うん、なんて表せばいいかわかんないけどかる、そう、足取り軽いみたいな気持ちで、うん、なんかここに入ってきて服を選ぶ時の気持ちが軽やか、うん、で、こっからなんか、うん、まあ、これをキープするマインドとか、うん、コツとかありますか、うん、コツ、うん、でも一回ここまでできると、うん、常に次何か買うときに取捨選択する癖ができるから、いやでも本当減らしたよね、上またさらに、めっちゃ減らした。でもさ、やってくうちに本当さっき言ってたけど、まだ多いなって思うでしょ。そうね、わかる節、パンツだよね、ボトムが、うん、ボトムも結構減ったんだよ、うん、いやだいぶ減ったよ。そうだって動くもん、ここもギュンってなってたもんね動くもんね、ね、あと2枚3枚掛けがなくなったっていう。確かに。はい、ということで、はい、ねえ、うん、今日もこんな感じで、私も身も心も結構すっきりしてるんだけど、沙織さんどうでした？可愛いお洋服いっぱいで、なんかあずちゃんの今までのね思い出と一緒にクローゼットってあるから、なんかこうなんだろう、無理やりこう減らさせるような感じになっちゃったら嫌だなとか思いながら今回お引き受けさせてもらったんだけど、でも逆にあずちゃんそうやってなんかポジティブに、うん、気持ちを切り替えれたっていうのを聞けてすごい良かったな。すっごいスッキリしてるし、うん、毎日の服選びがすごいしやすくなったから、うん、なんか毎朝億劫じゃないかも。なんかそう、上から目線になっちゃうけど、よく頑張ったよね。だってめっちゃ頑張ったよすごいよ、本当すごい。だってもうここもだし、靴もそう、え、全部すごい。靴が本当変わったでしょ。靴も本当に変わったし、もうここも、うん、なんかこのクローゼットの、この家具がすごい生きてる。あー、そっかそっか、うん、ダンボールの中もうちょっと何が入ってるか分かんないよね。そうでしょ。え、ちなみにユーヨボックスから救出したのはいる、うん、1個だけいる、1個だけいる、うんうん、1個だけちょっと忘れられないシャツがあったの、どれどれ、うん、これ、あ、これね、これ戻った、うん、いやでもやっぱそれ以外ない、ない、本当にそのユーヨボックスに1回しまって閉じることで、うんうん、本当に自分の心の中に刻まれている服なのかどうかがすごいはっきりするっていうのはすごい良かった。これが寝る前にね出てきたのね、うん、そうねということでね、1月末なんですけど、沙織さんのご自宅のクローゼットにお伺いさせていただいて、沙織さんが稼働率 100% のクローゼットの作り方っていう本を出版されたことをきっかけに、うん、この本面白いな、実際沙織さんに聞きたいなと思って、沙織さんのご自宅にねお伺いさせてもらったことがきっかけだったんですけど、うん、まあ、それで私のクローゼットは真逆だというふうに思って、うん、今回こういうふうにちょっと私のクローゼットも好きなものだけにしたいなっていうふうに思って沙織さんにオファーさせていただきました。皆さんに勧めるだけではなく自分もやってみようってことで今回やってみました、うん、はい、はい、多分そういうファッションビルとか百貨店行った時に、うんうん、多分変わった自分に気づくと思う一番今回ね、まあ、こういうふうに私実践してみたんですけど、うん、ぜひぜひ気になる方は皆さんこの本に習って、あと今日の動画でも、こういう感じでやりましたよっていうステップを追ってご紹介したので、ぜひ気になる方は実践してみてください。じゃあ今日も動画を見ていただきありがとうございました。ありがとうございます。またねー。